こんにちは。第6回 MJ グランプリ予選 B8 半チャンメです。7回打って、プラス440くらいなんで、まあ、現実的にトップ取っても550弱ぐらい。なので、S 賞はちょっときついかなと。S 賞には600超えないと。ただ、麻雀の MJ、ずーっと、何を打とうが、すべての、こう、曲が続いているんで、繋がっているので、1位を目指して打つと。それは変わらないです。トン一曲、ドラチーソー、ラス親。まあ、これはゴロチがなんか、ローマンあたり引いて、ゴロチができると。ゴロチ、ゴロチ、ゴロチの、まあ、二刺しとか、ちゃんとがもうできてるし。これはもう手なりで、こいつらはもう嫌う候補ですね。編三像残しておきたくない。嫌う候補ですけど、実際リャンマン嫌うか編三像嫌うかは、この辺はその時の気分直感です。スーマン3連打、まあ、三像を引くって可能性も当然あるわけで、ただ私は平均とか普通の人っていう、ま、言い方は、麻雀にとっては、アバウトすぎますけど、若干、こう、最終形がいた時に、こう、ペン三蔵巻きになるのが嫌だっていうので、三蔵引いてもいいやって感じで、こう、切る傾向はありますが、まあ、今のところは、スーピンに両面でくっつけば、いいソーリアンズを自然な形で払って、で、後で数万ローマンを持ってきて、マンズを両面にして、これは親の連チャンを見事。チュン泣いて、早上がり。いわゆる6巡以内にロンってやつです。連チャン狙いちょっと今の手格好は、良かっただけに悔しい右の親の上がり。ドラは9層。1,2,3 でも遠くに見んのか？ちょっと普通にリャンズを切るよと。白のポン、アンコも考えてリャンズを切って、泣いた後のジャントを作るようでもいいんですけど、この手あんまり魅力的じゃないんで、そんなに面白い手でもないんで、のらりくらりと。いいピン引くと、少しやる気出てきます。おお。ちゃんた三色、ドライチ。なので、いらないのがローピンです。もともと大した手じゃないので、少しホームラン狙いで、バントヒットのウーパーピンじゃなくて、ホームランのちゃんた三色、ドライチ、一本でいこうかなと。おーっと、なんかすごいよ。その通り、言った通り来てくれる。まあ、ただ、1,2,3、1,2,3、ドラの急走なんで、ここで4メンツなんで、次、パーピン引いたらどうしようって感じです。パーピン引いたら、1,2,3嫌うか、ドラメンツ嫌うか。まあ、私は7,9と切るつもりですが、枚数は3万は4、三蔵は2、パーソーは4、パーピン2、三蔵嫌いたいですね。枚数を見ると、あらあら、まあ、捨て牌見るとピンフ系の捨て牌なんで、さてどこだ、泣くと残句、あ、泣いても残句ならしようかなと。あ、これはちょっとリャンウーピンかなと、裏筋のリャンウーピンかなとは思っていたんで、手牌見てからじゃなくてリャンウーピンっぽいなと。で、スーピン切れたんで、スーピンの枚数数えてて、まあまああるかなと。
トン2極、ドラは E1 になりました。トン2極、まず1位目指さないと話にならんので、まだまだラス親の時点で、まあある意味有利という言葉を使っていいのかわからないんですが、個人的にはラス親は有利なんじゃないかなと。反対にこれはもう体感値で、別に根拠もないんですけど、トン1の親、トン1みんな平たいです。点数2万5千スタートで、まず手なりでリーチとかしてくるような曲なんで、トーン1は先天で流されたりなんか多い気がしますが、別にデータ取ってるわけじゃないんで、ただの直感です。皆さんはどうですかね、トーン1親とラスオーラス親どっちがいいですかって2択だったら、まあな7割8割いや、オーラスの方はいいかな。MJ のこのルールのトンプーっていう前提ですけど、ちょっとドラ嫌います。メンタンピン、イーペイコードライチ。ヤンマン引きが一番最高。タンピン、イーペイドライチ。ダマでもイーペイ付き8000。ダマでもありかな。場に緊張感が漂っている。リーチ来るならダマじゃなくてヤンウー引いたら即リーだなと。この辺は押す。まあ8と5が、まあ、5はちょっと根拠低いですけど、ぶった切られているんで6、7あたりは大丈夫かな。左はチューン統一落として降りたな、回したなと。右は、すご。プレイヤーが勝負に行くのか注目。さあ、この牌はどうする？ここも我慢した。ちょっとテンパったら追っかけたいです。プレイヤー、ここはここでも。ルーピン取った。ハーピンも通るんで5と8、1枚ずつ落として、回る。さあ、引いた。サブローソーか。ローソー取ったか。プレイヤー、テンパった。これは降りることもありそうな。とりあえず K 点取ってる感じ。出たらローンですけど、降りる牌も別にないしな。ウーピンとか切る。フリー点か。あれ？リャンピー取ってなかったっけ？あれ？連チャンになります。あ、ちょっと勘違いです。ヤンピンは通るんで、まあ、フリーテンのイースーピンよりは、半数ピンで、まあ、あと、みたいな。何か勘違いしましたね。なんでだろう。ちょっと、まあ、なんか、あまりに意識が違うとこ向いてて。麻雀は固定観念、先入観みたいな。この手はテンパってると思うと。視界に入ってるこの手牌がテンパってなくても、頭の中でテンパってるんでリーチとか、たまにあるんで。こういろいろ、手牌を見ながら頭の中で、手牌を想像しながら打つなんてよく、多分皆さんも当たり前にやってることですけど、たまにそこにズレが生じて。後ろからぼーっと見てると、いや、張ってます、その手張ってませんようなんですけど、自分の中ではテンパってて、リーチみたいな。一切ありますね。ちょっとまずいね。点数へこんでしまったんで。プレイヤー、なんさあこの範囲に反応、ここはスルー。リーチ、ドラ1までいければいいかなと。おー、すごいとこ引いたー。プレイヤー、あっという間にイーシャン点だ。リーチ、ドラ1。プレイヤーここはここでも仕掛けない。リーチチュンドライチ公認。各茶どのように打ちましたか。あとはピンズが
何か入ればテンパイしそうなんで、2スーピン入ったら、おーっと、ヤンウーパーか。レッチ。きたきた、リーホスト。シモちゃん、ここでチー。これで一発が消えましたね。2は3、5は2、8は1。まあ、リーズもチューンドラ1ですね。よっしゃー、スモ。素晴らしい引きを見せた。見せてくれました。お見事。リーズもチューン、ドラドラ。点数がほぼ検定になった。みんな平たくなったんで、ここから勝負。勝負はここから。では下の三色が見える。ドラはシャア、チートイツ、下の三色。この点差なんでロン1000点という上がりはまあありえるんで、自敗のみもちょっと可能性あるかな。なんですが、まずは基本面前で。場が静寂に包まれている。まあ下の3式が濃厚ですね。リャンゾー3ゾーは引くんで、場は膠着状態だ。ドラガシャーなんで、チートイツって可能性もちょこっと保険かけておき、ダブトンポン。これは、これでリャンハン確定です。まずいね。この点差でダブトンのみでも十分だし、まあ、手配にドラが1枚もない可能性も低いんで。一応、リャンピンから引きゃピンフのみ。上級ピンから引いたら軽点。リャンピンがあと2つ。スーピンも2。少し場が落ち着いてきたか。3枚目のスーピン。チートイ拒否。今ドラをこう2人が合わせてくれて、よしよしよし。スーピンが3、残り1枚なんで、ちょっとリャンピン、スーピンを嫌ってみたが、リーチ来た。まあオーラスが私の勝負、これサブローピン裏筋は切らない。オーラスが勝負どころと踏んでるんで、ここの一局は、まあ、一人へこみならなければまあいい。メンタンピンザンク、お見事。少し上の人へこんで3人が横並びですけど、親で一上がりでトップ。ドラはローピンになりました。プレイヤーは親です。ハク、この試合もいよいよオーラスを迎えています。ハクのみ。なんか後でドラ1個引いて、ハクドラ1、ニック。オッケー。ハクはポンしときたい。ハクはポン。で、リーボーあたりが出て、1500のリーボー加えてトップ。手格好が良くない。良くないな。両面一個もない。ペンちゃんとカンちゃんとバラバラ。まあ、ハクが問いつってるぐらいが唯一救いですね。自分が一番乗り天敗にはちょっときついでしょうと。もうハク泣く前提。結構手が悪い時って私スルーするんですけど、この手は面前で頑張って張る手格好じゃないので、もう最悪、後付けまでハク、出ること前提の地位とか、そこまで考えないと、テンパイ逃走だなと。そのくらい悪い。
最悪、テンパイの、あっちゃ。まあまあまあ、うわ、いいね。見事。今回、リャンピンの振り込み、あれっていう。なんでリャンピン切ったのかな。僕と真剣に交代はない。三茶だとまあ期待できない。予選 B はまあ500いかず、まあおそらく A 賞のまあ中盤ぐらいかなと。なかなか S 賞、皆さんは S 賞結構何パーセントぐらいで取ってますか。イベント戦10回打って、8×10 打って、まあ、2、3回ぐらいは S 賞取れるっていう感じなのか、いつも S 賞だったらいつもだよと。いい時は入賞までするようなのか、本当に、この辺は私入ったことない人の意見なんですが、本当にこの辺を目指すんであれば、8回打って、数字悪ければもう8回打つ。または4茶引いたらその4茶を帳消しにするために4茶の次からもう一回やり直す。こういうのは絶対必要なのかなと。8回打って、その8回オンリーの数字じゃなかなか届かない数字だと思います。まあイベント戦予選 A と B 打って、本戦と続くと思いますんで、早く打ちたいなと。そんな感じです。今回もイベント戦予選 A、予選 B。見てくれて本当にありがとうございます。なかなかこう、見てくれてる人いる以上は、おおっていう順位、入賞したとか、トップ5連続とか、もう見せたいんですが、まあ見せれないのが麻雀の辛いところ。まあ楽しいと思ってもらえるような、一曲麻雀動画作りたいと思います。いつもありがとうございます。またお願いします。